レジェンドクロニクルライバル編。さーて、開けよう。なんか一応ね、入ってるカードも決まってるんですね。っていう、プレミアムっていうね。はい、そしてなんかこれ、商品アンケート。これ使えるのか、今の時点で。まあ一応ね。一応だけれども。あ、でもこれシール貼ってあってね、Amazon で買ったんで、ちょっと無駄なシールが。まあいいや、なんかここにこれが貼ってありました。使えるのか、これ。まあ一応打ち込んでみてください。多分使えないかもしれないけど。ノフ一斉ならこう。はい。こんな感じで。第3、第4、第5って。はい。きちんと解説までついて、このお値段、1700円、あれ ?1400 円でしたっけ、俺が買ったの。はい。ではね、ちょっと待って。いけないんすかね。ロマノフ一世です。新品。しかも、すっごい、アトラ。はい。そして、アトラルリーフ。うわー、これなんか、進化、自分のクリーチャーサイバーウイルス1体上に置く。このクリーチャーバトルゾーンに出した時、カードを3枚引いても、これ使えるの?これ、禁止じゃね?こんな強いやつ。流神メタル。はい、アルカディアス。ですけど。そして流神ヘビー。はい。のやつですね。初期ですよ、初期。いや、これはいいわ。入ったっけ、これ。あ、これ、スーレアパックじゃちょっと入んないかもしんない。はじめの、はい。はじめの段の弱いけど浄化精霊ウルスです。いやー、もう、やばいっしょ。もう懐かしくて泣きますね、これ。アベルギネス。死じゃないの。暗黒王デスフェニックス。デスブリンガー。はい、デスブリンガー。デスフェニ。あー、この火属性のね。うわ、バロン嬉しいわ。あのね、このね、切り札勝負バージョンのやつも欲しいんですよ。主人公編の。これ強すぎじゃね?これダメだろ、使っちゃう。だって2マナでさ、ウイルスの1体上置くと、このクリーチャーバトルゾーンに出した瞬間、カード3枚引けんだぜ。そしてロマノフ1世ってことで、はい。まあぜひ、ちょっと買ってみてください。まあね。ということで、まあディエルマスターズライバル編でした。はい。これはもう、買いだよ。しかも、きちんとこれ取り出した後にでも、こう書いてあるんですよ、これ、薄く。はい、いろいろな説明がちゃんと全部書いてある。ここに。例えば、ロマノフ一世、08年のトップガードとして大暴れ。はい、こんな感じで。全部こう、紹介されてます。映画、漫画で敵キャラ最前線に君臨。はい。ということで、ぜひ買ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。